ャンネル。じゃ、こんにちは。今日はですね、シーズンも開幕したっていうところで、やっぱりそのシーズンの開幕の中で多くのプロ野球ファンとかね、各チームのファンの人が、まあ、一番、まあ、気になるっていうかね、気にしてるのは、はい、今年取ってきた外国人活躍できんのかなっていうね。ああ、それはものすごい気になりますよね。メジャー通算何十本ホームランとか、メジャー通算何勝とか、はい、っていうので、その外国人が活躍してくれなかったら、まあ、困るじゃないですか、はい、やっぱ助っ人っていうぐらいですから、うん、助けてくれないとね。いや、期待値はめちゃくちゃ高いですから。それを、はい、今日のお題で、はい、使える外国人、使えない外国人の見極め方っていう。分かるんですかそれ。え、分かるんですか。もう分かんないですけど、過去の統計を見ながら、はい、こういう外国人っていうのは結果残しやすいんちゃうかとか、あ、こういう外国人選手っていうのはやっぱ結果残せないんじゃないのかっていうところの一種の統計を見ながらの、はい、まあ、過去の歴史を紐解きながら当てはめていって、はい、あとは僕の経験上を見たこと、はい、感じたことっていうのを一つの答えとして、はい、これが全てじゃないですよ、はい、でもこれこうなんちゃうかっていう、だから、まあ、里崎論。そうまあこのチャンネルは 99% 里崎論で成り立ってるんですよね。いや、まあ里崎チャンネルなんで、そうですよね。なってるんで、はい、それおかしいんちゃうかとかね、うん、あ、知らなかったけどそうかなと思うとかね、はい、共感しましたっていろんな意見あると思いますけど、はい、里崎チャンネルなんで、はい、それはもう僕の持論で展開します。もう主観は入りますよね。そう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 、はい、まあ、主観入れていってね、はい、評価の対象にしていかないとっていうところもあるんで、まあ、今までそのロッテでいても絶対的じゃないですよ、はい、なんか活躍するとか馴染みやすいなっていうのはやっぱりしょうもない日本語を覚えてくる人ですね。バカバカとかね、はい、なんかもう本当なんかエロい下ネタの話とかでもしょうもない日本語を学んだりとか、はいはい、こういうのを英語で言うとこうだけど、これ日本語だったらなんて言うのとか、はい、だからヒーローインタビューでも頑張りますとか言うじゃないですか、はい、言いますね、日本語を片言でも下ネタでも喋ろうとする人っていうのは活躍しやすい傾向あるんじゃないのかなと思います。あ、だから日本に頑張って馴染もうっていう思いになるんですよね。そうですそうです。そういう多分考え方が、うん、まず日本の野球をリスペクトしてることもあるし、うん、日本っていう国にいることを楽しもうとしてるからそうなるんちゃうかと思うんですよね、はい、だからロッカーとか入ってくる時も、はい、まあ普通だったら5万円ぐらい入ってくるところ、はい、おはようございますとかって言ってかわいい帰る時も、はい、普通は CU とか、はい、グッジョブとかで帰ったりしますけど、また明日とかって言ってっていう風に言う選手っていうのは比較的活躍しやすいのかなと、うん、あとやっぱりそういうことを喋るってことは、はい、選手との関係性が良好なんですよ、うん、もしくは選手と密にいます、はい、一緒に食事行ったりとか一緒に何かしたりっていうのを常にコミュニケーションを取りやすい環境にいるんで、はい、だからもし悩み事があったりしても聞いてくれる人がいるから、はい、やっぱ異国に行くと僕らでもそうですけど一番やっぱり苦労するのはコミュニケーションとか、うん、一人ぼっちになるとか疎外感があるとか、うん、馴染めないっていうところが一番多分苦労するところだと思うんですよね、うん、で全員が全員社交性ある人たちばっかりじゃないんで、はい、入りがちょっとナイーブで難しいとかっていうところでもくだらない日本語を覚えてそうやって馴染もうとする姿勢が後々居やすい環境づくりになると思うんですよ、うん、だそういった選手っていうのは全員じゃないですけど活躍しやすい傾向があるんじゃないのかなと思うんですね。あ、例えば、まあ、レアード選手とか、うん、まあ、寿司とかやったりとか、ラミちゃんですとか、え、なんかいました？そういうだからズレードとかだったら、はい、なんかパナマ運河なんかとか、はい、あと、はい、ロッテ来たらマクアリファイヤーとかって言ったりとか、はい、やっぱそういうパフォーマンスとか、だからそういう言葉を、うん、ロッテだと聞くイースンヨブとかフランコとか、はい、ベニーとか日本語を喋りますもんね、片言のですけど、はい、チェン選手とか可愛いですね、チェンチェン大丈夫とか言うよね。そうっていうとはやっぱ馴染みやすいっていうか、はい、ファンの人からもこう好感得たりとか、はい、そういったところで日本文化を楽しんでるっていうところは結果残しやすいんちゃうかっていう。でも堅くなに喋らない人もいましたけど、あ、いるんですか。ロッテだとボーリックとかね。へえ、頑張りましたよ、結果も出しましたけど、はい、全く喋らなかったですね。もう覚えようとはしてない、はい、あとね、キムテギュンもね、喋、はい、んなかったですね。へー、日本語だから、そう、喋れない人っていうのは通訳とずっといるんですよ。あ、そうなんです。だってコミュニケーション取れないじゃないですか、はい、だからって言って、じゃあボーリックもキムテギュンも活躍しなかったかっていうと、まあ、活躍はしましたから、はい、だからその一概じゃないんですけど、そういったやっぱりその文化に溶け込もうっていう姿勢のある人っていうのは活躍しやすい傾向にあるのかなっていうところがあるんですよね。はい、私一回取材の時にイデホがいたんですよ、はいはい、だから、まあ、韓国人じゃないですか、はいはい、アニハセヨって挨拶したんですよ、はい、そしたら多分日本語、まあ、覚えてるんで、はい、韓国語のハイはねーなんですよ、はい、なのにアニハセヨって言ったらはいって言われました。はいでした、はいじゃなかったですか、はいみたいな、はいだったかもしれないですね。
とはですね、やっぱり日本で一旗上げてやろうっていう気持ちで来てる人っていうのは活躍しやすい傾向にあるのかなと。諦めづらいですよね、うん、アメリカでねメジャー昇格を狙ってたけど、はい、昇格できないでマイナーでいるって、向こうのマイナーって言ったら本当にもう極貧生活でいつクビになるか分かんない、はい、給料もそんな高くない、バスであの、ね、全米移動しながらっていう過酷な状況の中、うん、メジャー昇格に向けて頑張ってるけどなかなか上がれない時に日本からのオファーが来ましたと、はい、ってなった時によっしゃと、うん、日本行きたかったと、で日本のプロ野球で結果を残して、うん、逆輸入の形でメジャー昇格狙って、うん、日本でさらにレベルアップするために行こうとか、もしくはよし来たと、日本結構ビッグマネーやと、はい、このマイナーででも稼げないから、よし日本で一旗上げて財を築こうと、うん、っていうモチベーションに来る人っていうのは活躍しやすいかもですね。まあ諦めないですよ、はい、貪欲に頑張りますよね。だ楽天にいた巨人にもいたマギー選手とかもそうですかね、うん、日本活躍して、そして日本に来て逆輸入で行ったとか、またさらにヤンキースかどうかでまた、そうそう、うん、行って、デトロイトだったですかね、デトロイトかな、どっか、まあ忘れましたけど、うん、それはこうテロプラン出てるはずですよね、はい、であとはあの巨人のマイコラスとかね、あもうメジャーに入ってなんかローテーションね、はい、なったりとか、あとは広島でいうとルイス、はい、もうその後レンジャーズかな、どっかでも投げてるし、超有名なところでソリアーノ、はい、広島のなんかカープアカデミーから来て、うん、なんかもう今だって育成選手同然できて日本でやって、後々のだって向こう行ったらもう殿堂入りちゃうかっていう、殿堂入りしたのかな分かんないけど、殿堂入りちゃうかぐらいのヤンキースでスーパースターになったりとか、この日本で一旗上げて逆輸入っていうののモチベーションある人は多分頑張るですよね。経歴とかもちょっと大事ですね、そうなってくるとね。そう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 、そう、うん、でも結構いるじゃないですか、もう今ゴリゴリのメジャーリーガーだよっていう、メジャーで超トップ選手でも日本に来るよみたいな、そこが怪しいですよね。そこそこメジャーで数字ある人とか、メジャーのスーパースターは全員じゃないですよ、はい、若干怪しいですよ、やっぱり。あのこの舐めてるっていうパターンあるんですよ、日本は。野球 What? みたいな野球イコールノーベソみたいな、あメジャーリーガーみたいな人たちは舐めてくると、はい、うまくいかなかった時に諦め早いですよね。ここは居場所じゃないよ、僕の。こんなんベースボールじゃないよ、何この野球みたいな、はい、プライドがありすぎると成功しない可能性が、確率が上がるんちゃうかと思ってます。いや、ファンとしてはでも超大物が来るってなると、なりますよね、テンション上がります、テンション上がりますよね、はい、うん、じゃあもし仮にね、日本でゴリゴリに成績出しました、はい、もう本当は引退しようかなと思ってたけど、うん、何何韓国、台湾、ビッグデンブ、ビッグマネー、うん、引退しようと思ってたけど、そんなにお金くれるんだって行こうかな、はい、で行きました、思うように成績出ませんでした、はい、つまらんな帰ろってそこで頑張ろうって思わないですよ。まあそうか、もう引退しようかなぐらいに思ってたら、お金もらえるからちょっと行っとこうかな、行っとこうかなと思ってきてると、やっぱ諦め早いですよね。ああそっか、そこまで貪欲に真剣にやるかっていうと、うん、ひょっとしたら分かんないですよ、はい、これは僕のも妄想ですけど、うん、遊び半分でお金くれるからな、はい、バイト感覚で来てる可能性もあるし、うん、ああメジャーでいいメジャー契約できなかったな、マイナー契約でマイナーでやるのもあれやし、メキシカンリーグとか行くのもあれやな、うん、え何日本かな、ビッグマネー1年ぐらい行くかみたいなんで、うん、来年のメジャーリー契約勝ちのために、まあ、今年あれやから1年ぐらい行こうかって言ってるぐらいだと、ノーって帰るかもって合わない合わないここは、うん、こんなノーベースボールですって、で帰る可能性もあるんで、はい、それなんか慣れた感じで来てると、出だしがうまくいけば、はい、調子こいてやってくれるパターンだと思うんですけど、出だしがうまくいかなかったら、うん、諦めるのも早いと思うんですよ。そんな、なんでメジャーリーガーの俺が、うん、なんでそんなガツガツやらなきゃいけないんやみたいな、はい、スマートにやりたいよみたいな、はい、もしくはコーチとかにね、うん、日本の、なんでお前にごちゃごちゃ言われなきゃいけないんやみたいな、あのプライドがあるから、そうそうそうってなると聞き入れられないし、はい、余計意固地になって言ったこともやらなかったりとか、はい、思っててもやりたくないとか、うん、なったりして、でどんどん成績落ちる、疎外感生まれる、チームのとコミュニケーション取れなくなる、うん、ゴーホームっつって、はい、の肩痛いって、いやだってゴーホームした人ちょっとなんかポンって浮かぶもんなだからその過去でのね、はい、過去の人たちで、はい、この人たちは、うん、多分もう舐めてたねっていう人ちょっと紐解きます。はい、言ってくれるんですね。うん、そう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 、はい、あの舐めてたかなっていうね、はい、あの人を。近年で言えばね、はい、2012年、はい、メジャー通算119勝、やばいです。おーすごい。の実力を買われて、年俸2億2500万、まあ、推定ですけど、はい、で、ソフトバンクに入団した、はい、右ピッチャーいます。はい、
また知ってるかな、はい、シーズン1試合に登板して64球投げて6失点炎上すると肩が痛いって言ってアメリカに帰りました1試合で、はい、でしかも検査で異常がなかった上に帰国後にツイッターで、はい、アメリカに帰るで最高だぜって言っていやいやちょっと、はい、ツイートしてあの、はい、日本球界を唖然とさせたっていうね、はあ、あからさまですねそれは、はい、だからもう舐めてきたことあるんですよ ね, ですねであのクイックが全然できなくて、はい、盗塁バンバンされたんですよ、はい、そういうところがまたメジャーとちょっと違うからな、はあ、何こんなこと走ってんやみたいな、うん、ファーッツみたいなでしかもボークとかも厳しいからなんでこれがボークなんやみたいなね、はい、そうか外国人ピッチャーボーク多かったですもんねやっぱ日本のルールは一番厳しいんでん世界でボークとかストライクゾーンもきっちりしてるし、はい、だからあの WBC の審判で行くと、はい、これ聞いたらしいですけどきっちり取んなよって言われるらしいです試合できなくなるからってへーボークとかだから多分あの WBC とか国際大会で日本人の審判がボークっていうことは多分ないと思うんですよアメリカのに合わせるってあそうなんですねって言われるとか言われへんとかっていう噂を聞いたことあります名前は教えてくださるんですか何ですかその今経歴はすごいもうああそっか舐めてたんだなって分かったんですけど名前言わなかったでしたっけモラッド・ペニー投手ですあーペニーって聞いたことある、はい、うんまあもう舐めて多分舐めてきたんですよねはい1試合しか出てないんだ、はい、64球はーでアメリカハッピーって帰ってきましたソフトバンクさんああ燃えてるってなってるでしょうねもう舐めてますよね、はい、こんなやつが対戦するわけないんですよはい、そもそもだからその能力とかじゃなくて、はい、メンタルに問題あるんですよねいやそうですね、はい、この舐めてたらそんな簡単じゃないんで、はい、日本っていうのはね、うんうん、やっぱりマイコラスとか、はい、ルイスとか、うん、マギーとかみたいに、はい、もしくはそのメジャーですっごい活躍しても超スーパースターだって AJ、はい、もうだって9年連続ダイヤモンドクラブとかなんか取って、はい、そのもうスーパースターいや本当そうらしいですね超スーパースターですねでも日本に来ても頑張ってたじゃないですか、はい、やっぱああいう選手はもう尊敬ですよね、うんうんで、1年で帰らず2年いてくれましたしねそう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 だからそういうのだといいですけども、うん、このペニーさん、はい、もう舐めてますよねそれはもうそんなの無理無理無理そんなの日本球界甘くないと思うそうですね次がですね、まあ、日本人にとってね身近となった今やね、はい、あのレッドソックスに12年間在籍して、はい、阪神に当時史上最高額の年俸3億円で入団したんですけど、はい、あの1週間で自打球に足を当ててね、はい、骨折しちゃってあの野球をやめろと神様のお告げで引退した帰国です神様のお告げがあったんですかそうです野球やめろって神様のお告げで言ってあのマイク・グリーウェルっていうはいもう何でますよねだから引退間際で来たってことですそうもう引退多分ね引退間際で来たんですよ、うん、だから96年に77試合、うん、だその前120試合出たんですけど、はい、そのレッドソックスで77試合で、うんまあ、ホームラン7本の打率2割9分5厘だから、まあ、まあそこそこは頑張ってるんですけど、はい、もう晩年で、まあ、多分契約なくてクビになって、うん、3億円ビッグマネーって言って、はい、日本に来たけどノーベースボールって言ってI'm got God said リタイアベースボールって言ってもういいやってそうそうそう、うん、でやめたっていうね最後の余生をビッグマネーで過ごそうと思ったけど嫌になったとそうですね、であと次がですね、はい、ベイスターズで日本一に貢献して2000年に横浜退団したんですけど、はい、あの2002年のオフにロッテと契約して、はい、あの来たんですけど家族が環境に馴染めなかったことと、はいまあ、自身の打撃不振を理由に、キャンプイン28日で退団です、シーズン入ってないですこちらはでも横浜で1回活躍はしてるんですよね、はい、ロバート・ローズはーでもそれ僕その時ロッテいたんで、はい、ローズがロッテに、はい、これはすごいよっつって、うん、あのキャンプ中退団です、うん、しかもあの家族がナチュメズって、はい、いやいやいやベイスターズの時ナチュメズ来てたじゃんっていうその時まだ結婚してなかったとかそうなのかなその2000年に退団して、はい、翌年に結婚、はい、パターン、はい、そうなのかな奥さんナチュメないみたいなあでも横浜退団後にも娘がいるんであじゃあもう結婚してますよね結婚してますねだって横浜でだって、うん、何年7年ぐらい8年 NBB でいるんやから家族馴染めてるやろって確かに横浜では馴染めたけど千葉がダメだったのなあそれはちょっと本当だ横浜結構いるんですねねえ何人もいたんだ、はあ、だからそれはもう多分もう引退後で、うん、ビッグマネー
知ってたの来た人ね。そうですね。でもなんか成績じゃなくて嫌になって、はい、ご褒美。そういうことだ。はい、あとまあ有名なのがね、はい、2005年クローザーとして期待されてね、はい、巨人に入団した店にね、あの4試合で2回3分の2イニング登板してね、はい、めった打ちにあるって防御率 23.63、はい、大炎上、うん、1セーブもできず2軍落ちを命じられるも契約を立てに拒否して、はい、であの解雇で浅草で観光ですよね観光してたんですか確か、もうだからもう舐めてたんですよ日本を。いやそういうことですね。こういうのもあの舐めた感じで来ると、うん、あれですよね。だから一番見なきゃいけないのは、うん、もう野球っていう日本を舐めてる場合は、うん、多分出だし良かったらいいですけど、はい、出だしが悪かったらもう絶対そこから必死こかないです。いやそういう方って本当にシーズン序盤でいなくなっちゃいますもんね。はい、だから最初うまくいけばね調子こいてやってくれるかもわかんないですけど、うん、うまくいかなかった場合はだからその人間性見なきゃいけないですよ。ちょっと舐めてるのかどうかと。うん、そうですね。はい、であとは、うんキャリアで引退間際かどうかを見た方がいいです。ああ、年齢とかも結構大事ですね。これもなんかキャリア見てて、うん、もう引退間際やなと、はい、これもアメリカじゃ契約できないから、うん、行くとこなくて日本来たなっていうような選手は、はい、あのうまくいかなかったら、うん、もうグッバイベースボールつってもうあの野球を引退するんで、はい、そうなんかさ最後の残りがで頑張って、まあ、お金くれるから来ようかなって言ってる選手は、うん、うまくいかなかったらやめたって言いやすいんで、うんだここは見た方がいいですね。そうですね。もう絶対ダメなのは、はい、もう引退もしこう日本なかったら引退してますよ選手と、うん、であとは日本舐めてるやつ、はい、これはもうね契約しない方がいいです。いや確かにこれがステップアップだと、はい、何としても頑張ろうと思うんですけど、うん、まあ言えばちょっとステップダウンですか、はい、メジャーリーグから比べたらね、だそこでうまくいけばいいですけどうまくいかなかった時に引退しますって言いやすいですよね。だこの2つは、うん、こう過去の例見てても、はい、この2つの人のメンタリティは無理ですよね。まあ、今年やっぱ気になるのはボーア、うん、サンズの、はい、あのだってボーアもメジャー通算90何本というメジャーリーガーで、あ、そうなんですか。阪神のね、はい、うんうん、あのでもう今開幕してるんで開幕してどうか分かんないですけど、うん、まだあの左ピッチャー、はい、18打数ノーヒットとかどうするんやみたいな感じになってるけど、はい、まあ、外国人選手はね、うん、オープン戦打たなかったからって言ってシーズン打たないとか限らないんで、はい、オープン戦めちゃくちゃ打っててね、うん、あのロサリオとか、うん、パラデス、はい、ダフィーみたいなオープン戦めちゃくちゃ打ってシーズン始まったら全然打たなくなるやつもいるし、はい、オープン戦全然打ったのにシーズン入ったらめちゃくちゃ活躍するやつもいるんで一概に今の状況で言えないですけど、はい、だそのボーアとかね、うん、あとだから AJ、はい、アダム・ジョーンズとかも、うん、ね、あのそこがどうだから最初大事ですよね。年齢とか何歳なんだろうなっていうのあんまり見てないですけど、だ年齢でもやっぱそのハングリー精神、はい、ある人は大丈夫だと思うんですよ、はい、その日本で何とか儲けてみたいな、うん、ここで人当てあげるぞっていうようなその舐めてないパターンだと大丈夫だと思うんですけど、はい、最後ここでビッグマネーって思ってる。いやだからファンももうめちゃくちゃビッグネームが来るって言ってもちょっとこううわーってただ喜んではいられないですね。そうですね、うん、あとなんかもうメジャー通算20本塁打ってそれがそんな売り文句かと思う時あるけどねそうなんですか。だって20本やのホームラン、はい、それ打ったのはすごいけど、はい、それでうわーって言ってたらそれこそ日本がヘボいって言ってるようなもんじゃんね。いやまあ確かにそうですね、うんうん、だからそれでうわーって言うのもちょっとは分かんないけど、はい、だからそこら辺でもあのソフトバンクのムーアっていうピッチャーはいい、上原さんが言うにはなんかあの日本に来てくれるような人材ちゃうでっていうね。へえ、なんかピッチング見てても10勝くらいするんちゃうかっていう気持ちはあるんですけどね。あ、そうで、ひょっとしたらもう来年はメジャーに帰ってるかもわかんないですけど、ひょっとしたらね、まだ頑張り本人の頑張りしないのもありますしね。そうそうそうですね、うん、だからまあね新しく入ったとかあと DeNA だとオースティンとか、はい、あとジャイアンツの、まあ、あの韓国経由でね、うん、来てますけどあのサンチェスとか、はい、パーラーとか、はい、スパンジェンバーグとかもそうでしたっけ。あ、そうですね、スパンゼンバーグ、西武もそうですね、はい、新外国人ですよね、はい、だからそういうその新しく来た選手がどう活躍するのかを見ていったりね、はい、ヒーローインタビューとかでちょっとおちゃめに日本語使うのかとか、はい、そういったところを見ていくと、なんかこう、紐解けるかもわかんないですね。そうですね、また傾向が、ね、見えてくるかもしれないですね。あとこれとですね、最後まで見てくださった皆さんに、はい、あの朗報があります。お、なんでしょう。あのドラフトの評価の時にコメント欄でも、はい、外国人の評価してほしいっていうコメント欄結構あったんですけど、ありましたね。あの7月にやります。お、外国人スカウトの、はい、査定っていういやこれま
また難しそうですね。だそれを、うん、まあ、またあの、ね、あのドラフトの時とは全く違うようになるかも分かんないですけど、さすがに指数でちょっとあのランクを決めて、はい、全球団、まあ、あの何年からになるかは、まあ、これから考えますけど、そんな昔からやっても僕知らないんで、やっぱこうなんか思い出話とか対戦して思ったこととかも喋れた方がいいんで、まあ98年ぐらいからかなって今は思ってますけど、はい、これを今からしっかりあの調査して、はい、あの12球団でどこのチームの海外スカウトが有能なのか、どこのチームが有能なのか、はい、っていうのを、はい、あのやっぱり佐々木チャンネル独自の指数で7月中に皆さんにお届けできるように、はい、またドラフトについて大型企画をこれからやるんで、はい、期待してほしいです。うわーっと面白そう、楽しみにしてますじゃん、ね、はい、ということで、あの今年ね皆さんのチームのファンのね、はい、外国人選手が活躍してねチームが上がってくれることを祈ってね、はい、まあ、プロ野球観戦したいと思います。はい。